やはりこの安倍派と二階派の幹部の方々、具体的に言いますと、安倍派幹部の塩谷隆、下村博文、松野博一、西村康稔、高木剛、萩生田光一、各衆議院議員と、二階派幹部の二階俊博、林元、平沢克也、武田良太、各衆議院議員に、それぞれご確認の上、この安倍派と二階派でなぜ裏金が発生してしまったのか、なぜ辞められなかったのかということについて、ご確認した上でお答えいただけますかと通告しております。いかがですか。官房長官として確認する立場にはないものと認識をしております。その上で岸田総理は自民党総裁として、説明責任が今回の聞き取り調査や政治資金収支報告書の修正をもって果たされるというものではないこと、今後ともあらゆる機会を捉えて国民の信頼回復に向けて、関係者には説明責任を果たしてもらわなければならないし、党としても求めていくこと、こうしたことを述べられているものと承知しております。